ビデオダイアリー、ary, October 3rd, 2018バイヒロシハヤシ、ハママシティ、ジャパンビデオ日誌、2018年10月3日、林宏です。こんにちは。台風24号が本州を直撃しました。そのあおりで、この 浜松西部地方はですね平成に入ってから、まあ、初めてといいますか最大規模の停電に襲われましたで昨日の夜遅くですねつまり2018年の10月2日の夜遅く電気が復旧しましたその電気がついた時に私は思わず 声を上げましたついたってですね嬉しかったですはっ、まあ、電気がないといかに不便と言いますかはっきり言って何もできないんですね夜はね真っ暗闇でしてねで懐中電灯で照らした光というのはピンポイントなんですよねその反射光がやや部屋を明るくしますけども作業が 全く何もでできないといととうことです、まあ、あえて例えて言うならばですね、まあ、小さな黒い真っ黒の部屋の中に閉じ込められて生活するようなものだというような印象を持ちましたそしてその箱にはですね小さな穴が開いていて外からの光がわずかだけども漏れて入ってくると、まあ、そういう感じでしたねで私はももとと恐怖症 のようなところがありますから、そういう夜といいますか、真っ暗闇の夜というのが苦手なんですよね。怖かったです。怖いというか、不安感、恐怖感、そして心配が増幅するといいますかね。物の考え方がマイナス思考ですよね。ネガティブというよりもマイナス思考ですよね。まあ、内向きになっていく、悪いことばかり考えるということなんですよね。はい。で、まあ、昨ですね。 えー、十時過ぎだったと思うんですけども、電気がついて、嬉しかったですね。と同時に、この丸二日間ってますかね、その昨日までの丸二日間ですけども、えー、大停電っていうものを経験しましたけども、その中でいろいろなことを考えました。まあ、まあ、直接的にはね、例えばうちは一応オール電化のうちですから、あ料理、 すいいてくまででで料理ができないとということですねそれからご飯が炊けないとかね電気がないからまあそれからお風呂に入れないとかねいろいろありました。で昨日の夜7時頃だったか8時頃だったかなまあね2日間3日間ですよねまあお風呂に入ってないからということで、えー、近くの大浴場へ行きましたけどもねその大浴場の前にずらずらずらっとね100人以上の方が列を作って並んで らっしゃるのを見てですね、恐れをなしてですね、そして車を U ターンさせて帰ってきました。え今日は早めに仕事を終えてですね、まあ、近くの温泉がですね、まあ、あの、入、はい、あの、いわゆる温泉だけ入るということができるもんですから、近くの温泉へ行って、まあ、入浴してくるつもりでいます。というのは今日の計画なんですけどもね。で、一応今、今日、今ですね、11本の動画をアップロードさせていただきました。 えー、日本特集ねスペシャルエディションジャパンですよねというのを発行させていただきました日本はまさしく神々の国あるいは神の国ということになります、まあ、この動画をね一連ずっとまあ見ていただきますと本当に日本というのは神の国なんだななんてね皆さんにも分かっていただけると思います皆さん私たちが住んでいるこの日本という国は大変な国だったんですよねえ 中国文明、いわゆる高画文明とかいろいろ言われてますけども、中国文明よりも古い、メソポタミア文明よりも古いってことになってきたわけです。その原型って言いますかね、原点がこの日本にあったということです。調べれば調べるほどそうなんですから、もうこれはどうしようもないですね、皆さんね。それから一つ、まあ、ついでにっていうことですけども、あその中に一本にあの私アップロードしてきましたけども、まあ、それに対してね、 じゃあ、日本にはなぜ遺跡が残ってないんだっていうふうに言われますよね。確かに。まあそういうあふうに考えていらっしゃる人も多いと思いますね。エジプトにはピラミッドがあるとかね。メキシコにはティオティーワーカンがあるとか。いろいろあるわけですけども。じゃあなぜ日本にはないんだと。ね。メソポタミア,タミアにはジグラードがあるじゃないかと。じゃあなぜ日本にはないのかってことになるわけですけども。それがとっこい日本にもあるんですよね。 つまり、日本の遺跡というのは、まあそのピラミッド、あるいはね、ジグラードなんかもそうですけども、そういうのに比べてですよ、それを集中型遺跡と私は呼んでいます。つまり、都市型ですよね。まあ都市型、確かに都市型なんですよね。それに対して、日本の遺跡はですね、分散型遺跡であるということです。分散してるんですよ。それが今に残るジェンジャーということになるわけです。まあテラムもそんな感じに含まれますけどもね。 お寺も含まれますがそれはずっと後になってからのことですけれども神社ということになるわけです。つまり,お、まあなりますかね、欧米という言い方もなんか、ね、語弊があるんですけれどもねどうしても歴史というのは西欧中心主義ですからね、まあ、世界の支配。 国ってことになるもんですから、どうしても歴史と言います、言うとね、やっぱり欧米が中心に先導して作ってますから、まあ後のね、歴史というのはみんな不随型だとかね、付録的だってことになるわけですけど、それがどっこいそうではなくて、その、まあ、まあ、ここであえては欧米型と言いますけども、エジプトであるとかね、メキシコのテオティワカンであるとか、まあ、あそこは欧米じゃありませんけどもね。要するに、そうしたその遺跡と遺跡を集中型遺跡と言うならば、日本の遺跡は 分散型遺跡であると。その理由はいろいろ考えられるんですけどもね。まあ、例えば巨大な建造物を作るにはふさわしくない土地であるということですね。まあ、地震が大きな原因だと思います。ですから、日本のまあ遺跡というのは分散型であると。つまり、それぞれの神社に分散して遺跡が残っている。まあ、言い換えると、現在残っている神社、あるいはまあ、岩倉もそうですけども、 まあ、その後の後、ね、寺も,寺もです、ね、大きく関係してるんですけども、ね、の寺の中に狛犬があったりしますからね、まあ、要するにそういうことで、まあ、その現在に伝わっているそのいわゆるまあ神社仏閣がです、ね、あるいは岩倉も含めますけどもそうした遺跡というものがです、ね、つまりは日本の古代遺跡であるということになるわけですもちろんその中には前方後円墳も含まれますし円墳も含ま,れるわけで含まれますえつまり繰り返しになりますけども 分散型の遺跡が日本にはあるつまり日本には遺跡がないんじゃなくて日本中に至るところに遺跡があるということですつまり日本の遺跡分散型遺跡である場合、林ヤシ・ヒシということになりますそういう視点でね、日本の神社というものを見ていただくあるいはその遺跡を見ていただきますといろいろと謎が浮かん謎と言いますかねミステリアスな不思議 というのが浮かんでくるわけ例えば、まあ、弥生土器が見つかったから弥生遺跡というふうに言われてますけども、まあ、それはおかしいんですけどもね,例え,ばねあの例えば今ですよあとでね1,000年後2,000年後に振り返ってみたら、ね、韓国製のギャラクシースマホがたくさん見つかったから韓国遺跡だなんてね言うのと同じぐらい馬鹿げたあの遺跡なんですけども弥生遺跡つまり、えー中,中,まあ、中国大陸 あるいは朝鮮半島から渡ってきたそのいわゆる新型の土器があるから弥生遺跡ということになるわけですけども多く見つかったから弥生遺跡ということになるわけですけどもそのまあ一応弥生遺跡としておきますけどもね、まあ、心の中で強く抵抗が抵抗感が働きますけどもその弥生遺跡新色線に並んでますよね。 はあ、そんなことは偶然にありうるんだろうかというのが、まあ、今日のね動画の一連の動画の中の終わりの方に収録アップロードしておきましたので興味のある方はどうかご覧になってください。偶然,には偶然ではありえない進捗線に並んでいるということです。 もちろんそれらの弥生遺跡を選んだのは私林博士ではありませんよ。ねえ自分に住むのいいところだけ選んで新直線だなんてね林博士は言ってるなんていうふうには言われたがありませんのであ一般的に一般論として紹介されている一般説と紹介されている弥生遺跡をつないでみてください。新直線ですよ。新新新直線ですよ。そんなことがあり得るでしょうか。 というのが、まあ、その動画のあー骨子ということになります。その動画も今日紹介しておきましたから、どうかご覧になってください。まあ、今日はそういうことでですね、仕事始めですよね。で、話を戻しますけれども、昨日おとといとは動画を作りたくても、私はできませんでした。軽い敗北感を味わいました。と同時にですね、これはもうどうしようもないことですからね。パソコン、ね すべてモニター全て電気で働くわけですからね電気がなければ何もできないということでまあ、ビ,デビデオダイリーだけはねノートパソコンで出させていただきましたがしかしそのノートパソコンもですね実はバッテリーがあるわけですよねでまあやっぱりね動画編集してレンダリングしてねそれアップロードかけますとノートパソコンだとまあ30分が限度ですね15分が難しいんじゃないでしょうかそれで仕方ないもんですからねまあどっあの まあ、バッテリーを、ねまあ、また充電して、てそししし使いました。しかし、まあ、そのあたりが限度だったんですよね。こ、まあの2日間初めて、ね、私6年間と2か月の間に初めて、えー、動画というものを、まあ、一度ね2 0 1 3三年に一度だけあの東京行った時にねカモって帰ってくることはできなくて。 1> 1日ああのビデオをつくアップロードでできませんでしたしかしそれを除けば今回ねあの、まあ、そうした理由によって停電が理由によってですね、えー、動画を発表できなかったイコール、まあ、軽い敗北感を味わいましたけどもねしかしまあすぐねすぐにまあ仕方ないよって感じでねまあ休暇だ休みだ今日はのんびり暮らすぞってな感じでね、まあ、しかし人間って面白いんですねそういうい暇ができると まあその暇を持て余してつだんないわゆる SD カードのひもをねつなげ直してみたりとかねあるいはチェーンソーのチェーンをね張り替えてみたりとかね庭へ出て、えー、またまたね台風24号の後始末をしてみたりとかねあるいはその畑を見回ってですねまあ残ったねあのピーマンなんかをね、えー、収穫してみたりというようなことでやらなくてもいいようなことをまあ ポチポチ,ポチポチしながら時間を潰すんですよね。 はい、というようなことをして過ごしましたがしかし昨日の夜はやはり答えましたね。というのはやはり「あのまたこんな停電で今日で」でねラジオのニュースによれば「そうした停電はまだ23日続くかもしれない」なんてことを言うもんですからね「えあとまた捕まるな」んて言いましたらね私夜が苦手なもんですからね夜というか真っ暗な夜苦手なんですよ。まあ寝るときは真っ暗にしますけどもねその反面ね。しかし、まあ、あのなんて言いますか夜真っ暗なのは苦手でね。で まあ、スポットライト的なねライトで、まあ、部分的にあ明るくしたって仕事にはなりませんしね部屋は明るくなりませんしねまあ,あのそういうことで怖い怖いというかね怖かった怖いというかねあのツーンとしみるようなまあ闇ですよね不安と孤独と心配そういったものが一挙にこうずっとね腹の底からもく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 って湧いてくる感じですよね。で私それ見てた時にふとこもったんですよ。ねえ。 こういう時はアメリカ映画のようにゾンビでも出てきたら怖いだろうななんてね映画の見過ぎですけども、まあ、そんなこともちょっと考えたりしましたけどもねはい閉所恐怖症暗闇恐怖症なんですよね恐怖症ということは結局足がすくむという感じですねあれね昔あの学生時代に金山へね えー、行った時に、まあ、そ,のその時その金山はまだねあの観光用にはなっていませんでしたので、えー、木の丸太棒でね天井を組んでその向こうのね岩肌がむき出しになってましたけれども私中へ入れなかったんですよ。でその時にね大学の友達しますかね大学のと生の友達が56人いたんですけどもね「<laughs> 林川、い林川い」って中で手招きするんですけどもね私入り口のところで足がすくんでしまって中へ入れませんでした。 まあ別にね、崩れてて、くくるかか、らというかそうそことじゃなくてやっぱり怖いんですよ、ね、怖いものは怖いんですからねそれはどうもし,しようもないんですよ。まあ、それは話は別なんですけどもまあね昨日の夜またこんなことで一晩ね、まあ、あの暗い明日も続くかもしれないと思ったらねやっぱりいやあなね、ま、ネガティブとは違うんですねあれマイナスですねマイナス思考ですねネガティブというのは例えばね恨みであるとか妬、ね、みであるとかねあるいはその開婚、 ね、あれは解雇ってことはあ過去のことを悔やんだりって、まあ、そういうことなんですよね。マイナス思考っていうのはあなんていうのかなそれとは違ってあのやっぱり心配不安っていうかね自分の中に潜んでいるその自分を内部中へ中へと引っ張り込んでいくあのものの変え方ですよね。 まあ、そういうのを経験しましてその先にあるのはやっぱり死の恐怖ということになるわけですけどもある意味でまあね、まあ、今日ねまた暗い話になって恐縮なんですけども、まあ、その暗闇の中でまあ暗闇の中でね小さなその まあスポットライトをね照らしながらあれそれ4個か5個照らしたんですよ部屋中ねあちこち,の方,ちこの方向を向くようにしかしあんな光ではね明るくなりませんが、まあ、その光を頼りに、まあね、カタログを読んだりあるいはテレビのあテレビねパソコンのねモニターに電源を入れてニュースを見たりっていうことをして、まあ、気を紛らわしたわけですけどもやっぱりね あ寂しいというか孤独と言いますかね不安と言いますかねそうですね孤独感ですねやっぱりねの先にある死の恐怖と言いますかねまあちょっと大げさですけども死を模擬体験したようなところがありますね。あ死ぬということはこういうことなんだななんてねまあそんなことも考えたりしました。まあ今日はねまあ電気がつくようになりましてほっとしましたね。 でその後電気がついた後ねもう部屋中全部電気をつけましてね高校と明るくしましたけどもねついたついたって言ってね喜んで、まあ、そういうふうにしましたけどもまあ本当にありがたかったです本当にねあの電力会社の方たちまあねそんな夜10時過ぎ11時かかったと思うんですけどもねそんな夜遅くまでねあの 電力を電気をね普及させようとして頑張ってくださったんだなと思ってね嬉しかったですけどもねありがたかったですねはい、えー、まあそういうことで台風24号の影響でですねまあ大変な経験をさせていただきましたで今日はですね朝もう5時頃に目を覚ましましてねそして運動していつものように運動してそしてまあ1杯2杯ねお茶を飲んで そしてまた書斎に入って午前中にはもうすでに10本近く動画をね編集し終えて、まあ、アップロードできる体制にしましたそして今午後一服しましてね時刻は午後1時40分ですねに今このビデオダーリーをあー今ねボイスレコーダーに向かって話しています、まあ、このボイスレコーダーがねあのって言いますかこのビデオダーリーが終わったらこれからねあのまたちょっといくつかやることがあるもんですから、まあ、本当にね家事 もうね、やっぱり両立しなければいけませんからね。はいというのは、まあ、寂しい、身分もしいというか、まあ、それは仕方ないんですけどね、人間、人間、誰でもそうですよね。はい。ということで、あこれでビデオ代わりを送ります。今、その、えー、先ほど言いました、その、弥生遺跡がね、一直線に並んでるっていう動画をですね、このビデオ代理の背景に流し、またその動画をこの後につなげておきますから、もう一度皆さんご覧になってください。これはもう偶然ではありない直線だということです。 であの仕腕山古墳についてはですね古墳って言いながらもあの前方後円墳とかあの ま塩分であるとかっていう目印になるものがありませんでしたからあの半島のね一番高い,高いところに頂点を取りましたそうしますとほんのわずかですけども仕で山でエラーが出るんですよねしかしその麓にね山の麓に小さになと言いますか円墳がありましてねそこに点を取りますとまごうことなく進捗線に弥生遺跡が並びますその 中にですね、その本には紹介されていませんでしたけれども、静岡のトロ遺跡の、いわゆるトロ遺跡の近くって言いますかね、あります静岡のやや、静岡市のやや北にあります、あ前方公園文と繋いでも、やはりそれも新直線化に収まります。そして浜松にもですね、シジミスカ遺跡っていうのがありますけれども、一応、弥生遺跡の、まあね、小さな遺跡ですけれども、その弥生遺跡もその新直線化にあります。というようなこともね、ちょっと、 まあどっかに記憶のどっかに置いてご覧いただきますとまあさらに楽しんでいただけるんじゃないかと思います。ということで今日はこれでビデオダイアリー終わらせていただきます。それでは皆さん、バイ !Some people claim that here in Japan We don't have such large-scaled ruins as pyramids in Giza plateau and Teotihuacan Mexico though German civilization was fostered in ancient times in Japan for a long time. Why don't we have such large-scale ruins here in Japan? My answer to this question is very simple. Because we have Earthquakes all the time, all through the year. Ancient God scattered his footholds all around Japan instead of constructing large scale ones. That is to say that there are two styles of ruins one is concentrated style of ruins, and another one is scattered style of ruins. Here in Japan, You may see scattered style of ruins everywhere in Japan.Here is one example: 弥生 ruins 私、林弘は世界の遺跡といっても二つのスタイルに分けて考えています。一つは、下座高原のピラミッドに代表される集中型遺跡巨大遺跡を中心に据えた 遺跡ですもう一つは日本の神社や古代遺跡に見られる「分散型遺跡」です。「弥生遺跡」がその一例です。でよくこう言われます。縄文文明とは言うが日本には遺跡らしい遺跡がないではないかとところがどっこい日本には日本型の遺跡が残っています全国に残っています。 それが分散型遺跡です。理由は日本という島国が地震列島であることと関係していると私は判断していますがともかくこんな例もありますからどうか皆さんもご覧いただきたいと思います不思議な不思議な弥生遺跡なる遺跡群です広林浜松市ジャパン 多くの日本人が誤解していると思います。えつまり、日本には遺跡はないとですが、今言いましたように、日本には遺跡が至るところにあります。ただし、日本にある遺跡は、例えば、先ほども言いましたように、ギザのピラミッド、あるいはティオティワカンのピラミッドのような集中型の 大型遺跡ではありません分散型遺跡ですなぜ分散型遺跡かということについてはいろいろ考えられますが私はやはり自信があるせいではないかと考えていますそのため古代の神々は日本中に遺跡を分散しましたそれが現在に見る古墳でありそして神社であり 寺とということになります。つまりこの日本は遺跡だらけだということですそしてそれぞれの遺跡がそれぞれの遺跡とラインでつながっていますつまり林博のライン理論に従って従っているということですで今日はここで弥生遺跡を例に挙げてそれについて考えてみたいと思います Bye for now. Hello, this is Hiroshihaya Shi Hammam City Japan. A concocted history of Yayoi period of Japan.We, the Japanese, are German people as we are now here. 熱造された Yayoi 時代。日本人は今も昔も縄文人です。という話です。前回、銅託についてのビデオを作りました。 その銅鐸についてですね、これは縄文人が作ったものではなくて、弥生人が作ったものだというふうにおっしゃった方がいらっしゃいました。本当にそうでしょうか、えー、右が縄文人、左が弥生人です。銅鐸はどちらの人々によって作られたのでしょうかというビデオです。まず弥生人について簡単に説明しておきます。日本列島です。左が朝鮮半島ですね。 そして、その時々において、えー、朝鮮半島から、えー、いわゆる、まあ、大陸の人たちが、この日本列島に渡ってきました。それは事実ですね。で、その渡ってきた人たちを、まあ、弥生人、トラ来人というわけですね。で、元からいた縄文人と、まあ、ここで、まあ、一緒になったわけです。で、ただ、弥生人と言いますけども、まあ、どこが違うかと言いますと、土器が違うんですよね。また、それだけなんですよね。 で、右が縄文人で、左が弥生人ってことになります。縄文人がま進化して弥生人になったわけではありません。また縄文文化が進化して弥生文化になったわけではありません。そこを間違えられてくださいね。また、縄文土器が進化して弥生土器になったわけでもありません。まあ多くの人はですね、縄文土器から弥生土器にまあ進化したというふうに考えていらっしゃいます。そして、古代日本の まあいわゆる縄文文明が進化して、や生文化になったわけでもありません。この両者は、まあもともと違った一質の文化であったということになります。で、その中から、道教が生まれ、道宅が生まれたわけですね。もちろん、えー、数々の土偶、埴輪も生まれました。で、今まで私は縄文文明について述べてきました。 その縄文文明が進化して、弥生文化になったというわけではありません。すなわち、弥生文化というのはですね、縄文文明を、まあ、良しとしない人たちによって、捏造された文化であるというふうに私は考えています。まあ、縄文文明というのは、神々と非常に深い関係にありました。その証拠がこの直線ということになります。えー ま、その証拠と言いますかね、弥生文化そのものも、いわゆる縄文文明と同じように、神々によって指揮、指導された文化であったということになります。その証拠がこの直線です。今皆さんにご覧いただいているのが、この直、その直線ということになります。で、弥生文化について調べてみます。リード者からこんな本が出ました。以前、 やってきましたで私が、まあ、そのね、弥生遺跡を選んだというのでは、信憑性がありませんので、この本の中に紹介されている12の弥生遺跡について調べてみました。これがその遺跡ですね。で、弥生町、東京区、東京都文京区にある弥生町の2丁目の、えー、弥生分、あの、遺跡です。そして、えー 左から、山木遺跡、泥遺跡と続いていくわけです。カラコ、カ遺跡。そして、池上、ソネ遺跡、イシ遺跡ですね。ごめんなさい。これが、シュー山、古墳です、まあ。遺跡ですね。そして、平原です。こういうふうに、まあ、ここに6つの遺跡がですね、ほぼ進捗線に並びます。で上の方が、広神谷遺跡と向き番だ遺跡です。 無バンダ遺跡ですね。そして左の方行って域、息の腹の辻遺跡。そして、平原がって下に、えー、吉野狩遺跡があります。まあ、こういうふうに、こう、まあ、12の遺跡が紹介されていました。で、特に注意していただきたいのが、この山木遺跡から平原へ繋いだこの直線ですね。この直線上に、ほぼ直線上に、 6つの遺跡が並んでいるということです。まあこれを偶然と見るべきなのか、それとも意図されて、まあ機械学的にね、並べられた遺跡と見るかは皆さんの判断によります。で、もう一度ここが重要なところですから調べてみます。今言いましたように、右の山木、いわゆるミラ山城 ま、今、あな、後になってますけども、山木遺跡、それから平原。これ山木ですけどもね、現地って調べたんですけども、あの、に城との関係は、と、現地には、あの、書いてありませんでした。トロ遺跡。トロ遺跡はですね、まあ、あの、後で紹介しますけども、北方にある、えー、清見山に、前方公園がありました。で、そこに点を取りました。からこ、遺跡、それから池上、曽根遺跡、それから、修う山です。修う山につきましてはですね、古墳が、 塩分がありませんでした。四国になりますからね。それで現地の方に電話をかけて聞きましたら、もうこの渋谷山からは古墳は見つかっていないそうです。そして、まあ、あの、今の平原のやや下に吉野狩りがあります。まあ、日本でも最大の弥生遺跡ということになります。 まあこういうふうにもうこの辺にまあ集まっているということですね。で、もう一度ラインセオリーに従って、これらの弥生遺跡を調べてみたいと思います。先ほど言いましたように、6つの点がほぼ直線に並んでいます。そして、山陰の3つの遺跡、そして九州の3つの遺跡もほぼ一直線に並んでいます。で、特に注意していただきたいのが、右の山木、にら山遺跡と、それから平原遺跡のこの直線なんですね。で、この点を取る のが、まあ、まあま、あの、ちょっと注意していただきたいのは、それぞれ、あの、近くにある、えー、古墳を選びました。円墳、それから、を選びました。そして、つないでいますと、えー、まあ、このように直線になるんですけど、特に問題だったのは、今、言いましたね、潮出山なんですね。で、潮出山は、先ほど言いましたように、ま、あ電話をかけて、いろいろ調べてみたんですけども、もう現地行こうと思いましてね、あの、 いわゆるその,のなってますか、古墳があればあ、調べようと思ったんですけども、そういったものはないそうです。ただ十数キロ離れたところに一つありますよって話は聞いています。で、これは頂上に手を取りました。で、Google Earth の上で調べています。これがあの、ニラ山の山木遺跡です。 その後、ニラ山,山城にになり、現在は白跡になっています。これが清水山ですね。静岡市のやや北方にあります。これが唐子、鍵遺跡ですけども、ここはですね、あの、古墳ありませんでしたので、ここに取りました。そして、えー、池上曽根敷、秀出山、秀出山ですね。この半島に取りました。そして、平原ると、まあ、この今言った点を線でつないでみました。で、その直線を皆さんにこれからご覧いただきますけども、 ほぼ一直線並んで、やや修で山で上上がってるかなって感じがするんですね。ですから修で山がややもうちょっと下じゃないかな、下ってことは南の方ではないのかなと思いますから、あの修で山の山の頂上に点を取りました。そして並べてみますと、 こう山木から平原まで、このようにに直線に並んでいますで今言いましたね、潮出山がやや左に寄ってる感じがしますね。で、これ、潮出山ももう少し、あの、半島の付け根あたりになるっことになりますと、真一直線になります。これを偶然と言うべきなのか、それとも意図的にアレンジされた遺跡と言うべきなのか、皆さんの判断にお任せしますけれども、弥生遺跡と今度は春の辻遺跡ですね、あの、遺跡のなぎますと、この日本の線がほぼあ平行になります。そして、えー後陣台に ととと向きだとつなぎまますとやりり平行になりますで、これら3本の線はほぼ平行になるということは、私はこれは偶然だというふうには思いません。いわゆる偶然だと思う力の方がですね、弱いということですね。で、偶然ではないと思う力の方が強いということになります。 いわゆる意図された。これ、こうした、あの、まあ、なってますか、ライン理論っていうのは、あちこちで、まあ、私が発見してきましたので、そうした流れの中で、まあ、これは偶然ではないという、まあ、判断ですね。まあ、偶然だって言われれば偶然になるんですけどもね。先ほど言いましたように、これらの十二のあ、ここに出てるのは11ですけども、11の遺跡は、私が選んだで、選んだのではなくて、まあ、冒頭に挙げました本の中に紹介されている11の遺跡ということになります。 で、結論はですね、私は、あの、弥生、まあ、時代っていう、よく言いますけども、縄文時代から弥生というふうに、まあ、つながって、私たちは、あの、記憶してますけども、そうではなくて、弥生は弥生であり、まあ、それは、あの、縄文時代は縄文時代で、そのまま、今の私たちまで触っているということなんですね。で、弥生時代というのはですね、この、いわゆる土器が違うだけなんですよね、要するに。いわゆるその、いわゆる新しい模様のない土器が入ってきた、それを、まあ、弥生というだけであって、 それはある意味で、その、なってますから、土器に過ぎないわけですよね。もっと言います、先ほど言いましたように、縄文土器が進化して、弥生土器になったわけではなくて、まあ、乾燥になった、その別の土器が、朝鮮半島から渡ってきたということなんですよね。ですから、縄文人は縄文人のままであり、私たちは縄文人だということなんですね。よ、となると、弥生時代というのはどうして、まあ、弥生時代になったかというと、縄文時代を嫌う人々によって、滅亡された可能性がある。あくまでも可能性として考えてますけども、そういうことなんです。 ですねまあ、もう一度言いますと、この上の赤枠の部分はですね、これは縄文時代です。これは私認めますけども、それに変わるほど弥生時代がパワフルでですね、まあ、乗っ取るほどまあ強力なものではなかったということです。そのもう一つの事実を皆さんにお教えしましょう。これは、あの、カ、え、モ、ー・鴨岩倉遺跡ですね。日本でも最多数の、えー、いわゆる銅鐸が見つかっている場所です。 で、ここで、まあ、あのー、最多数の銅鐸が見つかっているんですけども、これが鴨岩倉遺跡です。まあ、これ今、あの、なんか屋根が見えますけど、この下、やや上あたりですね。このあたりで、あの、道卓がたくさん見つかっています。この線はですね、出雲大社の本殿の屋根と、伊勢神宮の内宮をつないだ線です。内宮の屋根をつないだ線です。その線が別に新<っ>一直線に鴨岩倉遺跡の上を横切ります。これはもう偶然ではありませんね。 えー、この線です。今、左上が、これ、出雲大社です。そして、右下が、今度は、え、伊勢神宮の内宮となります。その新一直線下に、鴨岩倉遺跡があります。そこで、えー、日本でも最多数の銅卓、えー、が見つかっています。で、私は、あまあ、もう一つ言いますとね、まあ、じゃあ、ヤヨ神が作ったというならば、当然、 朝鮮半島に銅鐸があるはずですよね。しかし、朝鮮半島からは銅鐸は見つかっていません。ですから、朝鮮半島から銅鐸が伝わってきたという話はありえませんね。ということで、え、弥生人が銅鐸を作ったという話は消えます。ということで、まあ、そうした誤解をね、まあ、今日解くためにこのビデオを作ってみました。 Hello, this is 香川の小山山 and 広林、Japan. 弥生 ruins on a straight line. A mystery of 妙見愚。Gu. 一直線に並ぶ弥生遺跡。妙見愚の謎。前々回、弥生遺跡は一直線に並んでいるというビデオを作りました。が、やや、渋出山遺跡のところで曲がります。 それについて、香川の小山さんよりこのようなメールが届きました。州で山もそうであるけれども、そのすぐふもとにある、いわゆる妙見宮がそのポイントではないかと。で、早速それについて、まあ、つまり妙見宮について調べてみました。が、妙見宮は、あの、住所を入れてもその場所が特定できませんでした。それで地図を頼りに、 妙見宮を特定しました。これが潮出山遺跡ですね。で、その、まあ、もう、右下の方にあるのが妙見宮です。で、このブルーの線が、まあ、あの、前々回繋いだ線ですけども、ここに妙見宮があります。妙見宮は巨石、巨石、まあ、でよく知られた、まあ、妙見さんというふうに呼ばれて親しまれている、あまあ、神社というかお寺なんですね。 で、ここに妙見宮があります。で、今回は、この妙見宮とを、を線で繋いでみました。えー、池上、曽根、遺跡と、そして妙見宮、妙見宮と、そして平原を線で繋いでみました。まあ、妙見宮にはですね、こんな、まあ、巨石が、まあ、あるわけですね。で、香川の小山さんがおっしゃるには、 こ、ここがそのポイントではないかと。まあ、それでま、十分というかね、それ、だからここというふうには特定できませんけども、まあ、検証してみます。で、これがま、周辺山遺跡のある半島ですけども、前々回はこの上の線で繋ぎました。で、今回はその右下の妙見宮で線を繋いでみます。 それで、池上、曽根、遺跡と妙剣宮妙剣宮と平原を線で繋いでみます。その平原から、その直線を見てみますと、えー、一直線に並んでるのがわかりますね。綺麗ですね。今度は反対側の、えー、山木遺跡ですね。大山の山木遺跡から平原の方を見てみます。下が山木です。で、前方、遠くが、えー、平原ということになります。一直線に並びましたね。 まあこのように、弥生遺跡は、ほぼ一直線に並ぶわけですけども、まあ今回は、修で山から、妙剣宮に点を移した。まあこれについてはですね、まあこじつけというふうに考えられるかもしれませんけども、一応ここで、まあ、掘り売りしておきます。妙剣宮の方が、新一直線に並ぶということですね。まあだからといって、妙剣宮がそのポイントであるということにはなりませんけども、まあ、一歩前進しました。香川の丘山さん、どうもありがとうございました。バイ。